いやちょっと緊急で動画を回してるんですけど最後本気やったよ蹴った本気だってまあまあ踏み込んだよね。いや本気で蹴りました、うん、いやちょっと緊急で動画を回してるんですけど光っぽいんですけどちょっと皆さん、まあ、横川選手ですよ。横川さんがですね今日はあのコラボ撮影ということであの福地道場に来られてですね、まあ、空手を体験されたりとかしてですね、はい、まず福地チャンネルの方ですか、はい、で肩パン対決を、はい、壮絶な対決ということですね。ちょっと見てですねちょっと近づいて寄ってもいいですよ。とんでもないことになってる。腕の形がない。いやすげえ腫れてきた。めちゃくちゃ腫れてる。うわ肩パン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 やん。触んなって隣の横川さんももうこうなってるんですよ。とんでもないね。でも横川さんがしゃあ擦り傷なんですよ。腕ぐらいやったらよかったって。その後なぜか知らないですけど横川さんがローキックを受けたいというクレイジーな言い出しですね。しかも素足でこれは、横川さんのチャンネルで上がるんですか、はい、段階的にやったんですけどなんと負傷、はい、完全でタイトルはもう福地優斗に壊されました、ね、いや本当に最後本気やったよ蹴ったの本気で蹴りまあまあ踏み込んだよね。いや本気で蹴りました、ね、で横川さんも細そうな顔してたんですよ期待に応えないといけないなと思いまして蹴った瞬間フルコンの顔が一番引いてる。いや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 これはあかんわ。でパッて見た時にここに足型が化石恐竜の化石みたいな今これ氷っすから氷っすからすごいことになっちゃう。恐竜の化石がいてですねこれはあかんということで急遽氷買ってきてですねしかもまあこうローキックやって肩パンの前に、はい、組み手もやったんですよ。組み手はしていただきました。組み手の痛さとか忘れてる。忘れてますね完全にそうしかも組み手も3回やってるから、ね、そう3回やって俺血出てます俺今日で嫌われるやん。嫌われるやろそれ当たりやったら。いやほんでまあその後にね本当は福地優斗の空パン15秒のやつやって、はい、で僕の方のチャンネルでベンチプレスの勝負をやろうと思ったんですけど、まあ、なんと肩パンやった時にまた拳まで負傷されてですねパンパンなんですよこれね。これ先生的治療でいくとどうなんですか先生ですもんねプロですもんねそうですね僕はあの毛が得意な方なんですよ折れてる折れてんのか今このぐらいの刺激で折れたってことは、はい、いっぱい栄養を入れて鍛え直せば治る頃にはこれより強くなって謎のポジティブさっきまで罪悪感でこうなってたんですけどいや最初の組み手やってる時からあのスパーリングやってる時からさおかわりおかわり3回したやんこの時点であふろってんねんなほんまに。しかもさ気持ちいいって言ってたじゃんどんどん燃えてくるんですか。燃えてくるんですよね。なんなんすかそれは。筋トレの時もやっぱ燃えてくる。辛くなってからが楽しいんですよ筋トレ。僕はラスト10秒とか結構ボコボコにされてたじゃないですか。はい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 、はい、なんかその感じが結構たまんなくなってくるんですよね。ド M なんいやなんていうのなんなんですかね単にやっぱ自分を高めたいだけなんじゃないですか。もっと強くしたい。グラップラーなんですよ多分ちょっとかっこよく言ったけどもやってることはアホなんですいやでもさこういう人がやっぱり日本のトップ取っていくんやろなと思ったもん。生まれながらとか性格とかもうそういうことやもん。間違いないですね。痛いことからみんな避けたいけどあえて突っ込んでいくっていう。いや本当に楽しかったです僕は。明日朝起きて多分もっと痛くなって、はい、それでさらに多分実感するんですよ、はい、あ、これ強くなったな。これはえぐい。強くなったって実感するんですか。はいこれ治ればもっと強くなって戻ってくるんですよ。マジっすか。栄養をいっぱい与えてね。じゃあ次回はまた殴られ屋やっていただけるんで。あ、もうぜひぜひまた。いやもうこれね今回殴られ屋とそのベンチやってくださいって言ったら多分全然やってくれなかったんですけど、はい俺が止めた無理やと無理無理無理あれフルコンチェック無理フルコンチェック無理無理チェック的に無理やわ格闘技とかやってもその道でナンバーワンめちゃくちゃ強いと思う。だって練習めちゃめちゃするでしょ。ネジ外れてるから痛くてもどんどん前行くでしょ。で最後まで動くでしょただ単に強い。
人としてね、人としてね、嬉しいわ、嬉しいっすか、嬉しいっす、嬉しいっす、やっぱり半間裕二を目指してトレーニングを始めたんで、強さに憧れるんで、やっぱ嬉しいっすよ、本場の人に蹴っていただけるっていうのは体に刻み込みました。しかも倒れなかったもんね。そう、倒れかけの三鎮やってたけど、そうだよね、あの三鎮の姿綺麗やったね、見てほしいっす、あの稲妻の三鎮すごかったね。いやでも8割まではちょっと笑えたじゃん、10割笑いなかった、最後は笑い。俺もう撮影中もう扉飛び出して氷買わなあかん。その半間裕二に憧れて筋トレしちゃったんじゃないですか。はい、それっていつぐらいなんですか。タッチぐらいですね。あ、結構遅めなんですね。遅めでした。それまではもう全然ひょろそうですね、まあでも格闘技趣味でやってたんで。あ、格闘技やってたんですか。格闘技をちょろっとやってる人の体型みたいな。え、高校生の時はごっつくなかったんですか。まあ腹筋割れてたり二頭筋が起こったなってはいましたけど。そうですよね、僕高校生の時にサイヤに写真見せてもらったんですよ、はいはい、ゴリゴリなんですよ。その記憶があってやばい人やなって思ったんですけどじゃあその時から10年ぶりに会ったと思う。会ってないですよ、写真見せてもらった、写真見てから。はい、そんなことあるの。テレビではずっと見てるけど。いや、そうなんです、保険の窓口ね。分からないです。あれは分からない。それ言いたい。本間裕二に憧れるんだったら、なんか格闘技やっとかガチにやろうってことならなかったんですか。この時は怖かったっていうのがあるんですよ、痛いとかっていうのがあって、はいはい、本当趣味でずっとやってる、はい、週に何回かやるだけ、疲れるのも嫌だしみたいな、はい、トレーニング疲れないんですよ僕。え、全然辛くなくて楽しくできるんです。多分そこでリミッターが外れてこういう仕上がりになったんですよね。いや、すごいすごい。じゃあ永遠とスクワットとかできるんですか。できると思う、全然。やば。え、ジムは毎日行くんですか。そうですね、週6、7ぐらいは行ってる。いや、僕もゴールドジムの会員なんですけど。あ、そうなんですか。はい、週1回か2回でも限界っすね。1時間から1時間半やるのがもう限界。甘いとなかなか中山筋肉に中山筋肉横で移動したのよくいらっしゃいますね、はい、それをやったおかげで、はい、多分こういうことができるようになったっすね。食らうたれても痛くても死ななきゃいいからみたいな。今後格闘技に行くとかっていうことはあんまり考えてないんですか。いやだってね、それ皆さん本当にすごいですからね。いやでも今日の蹴りとかパンチとか見てたらめちゃくちゃうまい、むちゃくちゃうまいよな。上手っすよ、ほんまに。普通にそこら辺の空手の先生よりうまい。絶対強い強いよな。そして強いやろ、うん、いややっぱね、本気でやってる人すごいですからね。いやー、まあ、でもね、楽しいし本当に好きなんで、はいはい、試合とかはあれですけど、なんか練習したりしてみたいなと思いますけどね。ぜひぜひ。空手もそうだし、ぜひお願いします。今日ね、こんな腕ですけど、明後日ですか、テレビ収録、はい、あります、あるということで、近日見られる方はですね横川の腕どうしたのTwitter トレンドに上がってると思うんで、原因は今回の明後日になりますぜひ、はい、2人のチャンネルも。そうですね、どんどんあざが増えていくのを見てほしい。そうですね今回は殴られ屋とベンチプレス対決を、はい、ぜひ治られたら、治ったらまたすぐ行きます、はい、お願いしますじゃあ今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。